見れます。いや、ここに手を置いて、目はつぶる、目は開いて大丈夫ですよ。思いっきり力入れて、はい、グーって、はい、あ、グーっと押していいよ、はい、もっと押して、はい、じゃあブルブルしないで押す、はい、俺の手を潰す感じで、はい、ここ見て、で、まっすぐにして、はい、もっと力入れて、ちょっと弱い。で、僕はスリープって言ったら、あの目つぶってリラックスだけだから、はい、寝るんじゃないよ、OK？ スリープ、5、4、3、2、1、 OK。 でもう体めっちゃリラックスしてると思う。で、集中力もめっちゃ上がってると思う。今潜在意識をバッて開いて、そのリラックスさせるようにしたから体の体勢を良くして、で、今から手が濡れたタオルになったのを想像してほしい。濡れたタオルになった？OK。 めっちゃいい。これで、これが落ちたら10倍リラックスするからね。5、4、3、2、1、 OK。 10倍リラックスした。で、この催眠うまく活かしたいから、トランスをもうちょっと深くする。その深くするには、そのヒロの目がくっついたの確認できたら、ちょっとだけテストして、で、目がもう開かなくなったら俺に教えてくれる。開かないなって確実に分かった時に、ちょっとテストして、無理やり開ける必要ない、ちょっとテストして、開かないなと思ったら教えてくれる。開かない。 OK。 僕の今から言うことは全部現実になるよ。それは僕がそうしたいからじゃなくて、ヒロが自分の潜在意識のその楽しさをなんか知りたいから。 OK。 おでこ触った瞬間に全て現実になるね。1、2、3。 OK。 で、目開いて、目開いていいよ。開いていいですか？大丈夫です。指何本？2本。名前は？ヒロ。ここはどこ？ヒロ。あー、沖縄。 OK。 で、今もトランス状態になってて、でも普通でしょ？何も変わんないでしょ、うん、でもヒロの今の脳はもう集中したら全部現実になる状態になってる、はい、その証拠に一回目つぶっていくよ。1、2、3、4、5って数えたら、なんか知んないけど、この肩触ったらクソ笑いたくなるから、こっち触ったらその気持ちがスッて抜けるからね。こっち触ったら気持ちがスッて抜ける。こっち触ったらなんか知んないけどすごい笑いたくなる。1、2、3、4、5。指何本？2本。ここどこ？チャータン。ここ触ったらどうなる？こっち触ったらどうなる？もう、これ、どう？OK。OK。で、これは、うん、僕がやってんじゃなくて、僕がヒロをガイドして、うん、で、ヒロが自分に、自分の脳の使い方が上手になった。だから、こうやって触ると、うん、自分の中の面白いやつが出てきて、こっち触ると、うん、どんな感じ？なんか、ちょっとこう、スイッチが、こう、パチパチで切り替わるから。1から10、どれぐらい笑いたい？ちょっとずつ押されると笑いたくなる。あ、そう。じゃあ、10に行くよ。もっと強くなるよ。ちょっとでも面白いことに、こっち触るとほら全然笑いたくない、うん、これは気持ちの催眠、うんうん、ヒロがコントロールしてる。だんだん押されると笑いたくない、うん、こっち触ったら、うん、OK、 目つぶってリラックスして、 OK。 この催眠一回解くよ。 OK、 取れた、はい、こっち触ったらどうなる？まあ変わんない。なんか変わんない。 OK、 目つぶってリラックスして、で、この手が落ちたら10倍リラックスするよ。5、4、3、2、1。 OK。 で、僕はこの肩触ったらめっちゃ喉乾くから、はいはい、トントンすればするほどすっごい喉乾くから、それで喉乾いてきた、うん、1から10どれぐらい？もう乾いてる。もうやばい。6、7。でも10にしよっか、美味しくなるから飲み物が。10までいった。9ぐらいにしよっか、はい、OK。 で、今ゆきくんにあのゲートレード、ヒロの超欲しいやつ、目つぶって超美味しいゲートレードを買ってって言ってきて、で、今から僕それを渡すから、川本さんの、あの入れ物の中に入れて、で、ヒロはそれを飲んで、で、一番今までで飲んだ美味しかったゲートレード、いつもと同じ味するし、いつもと同じ匂いするから、1、2、3、4、5って数えたらこれ本当になるよ。1、2、3、4、5。目開いて、指何本？2本。ここどこ？シャタン。名前は？ヒロ。肩触ったらどう？ほら、バレる。これ飲んでみて、うん、あ、1から10どれぐらいうまい？これどんな味する？これ今5だね。 5？ じゃあ肩、待って、飲まないで、
5を10にするから脳からしたら1から5と1から10同じだからヒロのブロックがそれを止めてるだから5から10にするよ飲んでみて見てみてうんもうなんか飲みたい量が変わってた今変わってた、うん、どれぐらい今瞬間今9、うん、もう一回じゃあ目つぶって10にしてしかも冷たくするから1、2、3、4、5はい飲んでみてうん温度も変わったちょっと冷たく感じた、うん、味は味でもちょっとなんていうのなんかなんていうのかなこう雰囲気鼻からくる感じあそうなんだ味は味は口変わってる鼻から香りがきて、ゲータレードのあの感じなんていうのちょっと言葉で説明しづらいけど、うん、リアルめちゃめちゃ近い近い、うん、じゃあ100もう 100% にさせよう硬さをトントンしたらどんどんその感覚が強くなってでもう一回デコ触ったら 100% になるから 1、2、3 飲んでみてもうそうしてねなったなった本当に目つぶったらもうやばい、うん、美味しい美味しい美味しい喉乾きも取れたあ、よ全部飲んじゃったけど大丈夫ですか美味しかった美味しい美味しい何味だったガブ飲みしたでもゲータレードだねゲータレードうんオッケーなんか色がないのが不思議だね、うん、ゲータレードなのにじゃあ、うん、次にじゃあ面白い会いたい人いるすごく会いたい人、うん、会いたい人かあれいますねいるパーカーパーカーパーカーかダメージって5、4、3、2、1この手もう一回濡れたタオルの想像してよはいでこれが落ちたら10倍リラックスするからもっとリラックスするからね5、4、3、2、1で今からパーカーのその弟が沖縄来ててそのモルモンのあれででパーカーがたまたま今雨びれでちょっと散歩してるところをその俺たちのことを思い出してで気になってるからちょっとこっち来て今撮影してもらってるから目開いたらカメラの後ろに白いポロシャツ着てあのヒロのことを撮影してるからでそれを見たらめっちゃテンション上がるし久しぶりに会ったからテンション上がるしいろいろ聞きたいことも多分出てくるしまあ、すごくいい経験をするから1、2、3、4目は開かないよそしたらこれは現実になるよもっとリラックスよドン OK 目開いて何本言うの名前はヒロここ誰か知ってるこの人ああパカいるねパカいる What's up everybody So I was recently challenged 緊張してる、うん、マジで久しぶりすぎて話しなくて大丈夫ですかあ目があんま合わせないあ、マジでグライド感持ってますよ持ってますねすごい、ヒロの脳すごいここにこういうのが入れた今え見てたこういうふうになんか do you speak English? Do you speak Japanese?日本語わかるちょっとだけはい、かる日本語ちょっとお父さんが日本語わかるからあ、そうだね、うん、お父さんねお父さんね懐かしい元気ですかお父さん、元気です元気です肩触ったら元の人に戻る1、2、3、はい、目開いて本当だ、もう全然さっきいたパーカーもうさっきそうだったねこうなんていうの、もう雰囲気はそうだったね、完全にあ、そうなんだじゃあ、あんまり催眠長くやるとその脳みそも結構いろいろ疲れちゃうんで、はい、目つぶって5、4、3で僕は催眠、僕の催眠にかけた人にいつもトリガーっていうプレゼントを与えてその人に自己催眠ができるように僕が必要なくなるように自己催眠できるようにスイッチをつけるんですけど、はい、でそのスイッチのトレーニングとして感謝の気持ちをあの最初のトレーニングの材料としてその人の脳に置くんだけどその手グーッとしてグーッとしたらめっちゃ感謝の気持ちが強くなるからなるほどすぐなってきた
はい、1から10どれぐらい強い今感謝の、まあ、6だね。6じゃあ10にしよう。1から6と1から10同じだからできた。うん、10余裕でできた。うん、これ今10です。 OK で、僕がデコ触ったらヒルはこの気持ちをまた復活させたいときに手をグーッと締めて、この気持ちがまた欲しいなって思ったら意識をそっちに向けて、この手をグッてやればいつでもこの気持ちにアクセスできるから。なるほど。おでこに触ったら 1,2,3 って触ったらこれがヒルの現実になる。 1,2,3 手開いてみたいな。グーってやったらまた戻るから気持ち、グーってしてみて戻った。うーんってこう上がってきた。上がってきた、うん、OK。 じゃあもうすぐで催眠終わりにするね。1から10数えるから、10になった時に体にエネルギーが全部戻って意識も元の状態に戻るから、はい、1、2、どんどん体にエネルギーを持ってるのを感じていって、3、4で、ここの経験は忘れないから全部、5、6、7意識がどんどん普通に戻っていって、8、9で今に戻る。はい、目開いて OK。すっきりした？あ、すっきりしたね。グーしたらどうなる？ちょっともアクセスできる、うん、って感じ。おお、オパルメーターがこんな感じです。はい、お疲れ様です。あ、すっきりした。あ、じゃあセッションお疲れ様でした。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。いや、やばいね。やばかったですね。どうだったんですか、ヒルさん実際のところ。いや、あの感覚としては、うん、あのこう夢見る、こう寝る前っていうか、こう寝てる時にこう夢見るじゃないですか、うん、あれがもう今こう要は見たい夢がもうなんかそのまま 見えるっていうかですね。へー。あのだからこう潜在意識の中をこう、うん、渋谷さんがこういじってて、うん、こういう感じでハンダゴテみたいなところをいじってて、それをだから見たい夢を見させてくれて、しかもそのなんか多分うまく書き換えてくれてるって感じがすごいしましたね、うんうんうん、なるほど、はい、なるほど、うん、普段やっぱこう僕たち生きてるとなんかいろいろとこう情報入ってくるし、はいはい、自分がこう見たい現実を見ようと思っても、うんうん、なんか邪魔が多くてできないんですけど、やっぱそれがこう瞬時にチルさんにやってもらったことによって、こうそうですね、あのリモコンでパパパみたいな感じで、ああ本当そういう感じですね。はい、あだこうなんていうんですかね、うん、さっきも味覚、うん、味の水をこうゲータレだと思ってやるのと、フルでした、ね、あともう視覚、うん、視覚、あと最初にゲータレの時に、うん、なんか匂いが入ってきたんですよ。へー。なんかシーシレモン飲む時とかもこうなんか飲む前のもうその瞬間に鼻からこう来るじゃないですか。もうその辺ぐらいからありましたね。へー。ゲータレードの匂い。だから味覚、こう匂い、うん、視覚、うん、なんか3つももうアクセスしてた。あとなんです、感覚、うん、感覚的にはまだやってない、ね、あーそうだね、そういうのはまだやってない。多分その辺もいけんじゃないかなっていうのは。多分 目が一番というか目が結構ちょっと難しいんですけど、はい、目ができたから、うん、体は簡単な感じです、ね、体は簡単、うん、なるほど、そういう感じですね、うん、でまあ催眠術師 の渋谷さんなんですけど、多分これビデオ見てくれてる人もそのトランス状態っていうね、渋谷さんあの説明してくださってましたけど、それがちょっとまだ馴染みなくて、はい、なんかこうちょっと難しいふうに思ってる人もいると思うんですけど、簡単に言うとトランス状態ってどういう状態なんですか。簡単に言うと本当に簡単なんですけど、これが正しい言い方じゃないですけど、うん、簡単に言うと集中なんですよね、うん、一つのアイデアにすごく集中して、うん、そのなんて言うんだろう、他のものがな、要は電話とかしてて、うん、この電話にすごく集中してて鍵持ってるのに、うん、忘れちゃうみたいな、忘れちゃう時あるじゃないですか、うん、あれめちゃく電話に集中してるから電話の催眠にかかってる、うん、なるほど、はいはいはい、それぐらい集中力が高かったっていう、おそれをじゃあ渋谷さんがこうあのセッションとして誘導というか、そういう状態に持ってきてくれる。そうですね、その集中をその誘導するの、ナビみたいに、うんうん、はい、でやっぱそれすることによってその意識がなんかこうジャンプできるって感じなんですかね。そうですね、なんかで僕がなんかヒロに人に催眠がうまくいく理由は、僕のかけた催眠全部ヒロにとって面白いじゃないですか、うん、ゲートレード、ね、喉乾いてたしゲートレード飲みたいじゃないですか、うん、だから集中力も簡単に、あ喉乾いてから、ね、飲みたいじゃないですか、はいはいはい、しかも美味しければ、はいはい、集中しやすい環境、うん、なるほど、で見た幻覚もパーカーじゃないですか、会いたい人だから集中できるじゃないですか、ね、なるほど、だからそこをうまく使えばみんなかかるんですよね、うん、その人が楽しい催眠をかければ誰だって、はいはいはい、僕の言葉を理解できれば、うん、僕の言葉を理解してその人が楽しい気持ちでいれば、うん、何でもかかります、うん、ああなるほど、うん、
本当にやりたい、自分がこうなりたいなって思って、さっき口から言ったんで飲みたいなと思ったことが、うん、だからよ 夢とか自分の願望とかあったら、うん、そっちの方に行けるという。潜在意識からしたらその現実と非現実が分からないので、うんうん、信じ込んだらもう現実になっちゃう。子供みたいな、子供になったらスーパーマンって言ったら手あげちゃうじゃないですか、うん、ありますよ、ね、自分スーパーマンって信じてるから、うんうん、そう潜在意識がもう開いてる子供たちは、うん、はいはいはい、なんか素直っていうか純粋な、うん、なるほど。ということはじゃあ結構今ね、もう渋井さんもあのヒロさんも、まあ、今この時代に来ていると思うんですけど、結構いろいろとね、スマホとも見たりとか、まあ、いろいろとこう生きていると、まあ、潜在意識的にこう良くない、ね、情報というかで結構こう感情をあの満たされちゃったりとか、いろいろとその必要以上に悩んじゃったりとか苦しんじゃってる人って多いと思うんですけど、そういうのもじゃあ結構こういう時間を取ったりすることで、自分がフォーカスする方向に集中したいところにフォーカスしていって、で結果的に自分のやるべきことを早くできたりとか、まあそれこそ夢が叶ったりとかっていうのは結構可能っていうことですよね。そうですね、うん、多分ヒロは催眠にかかって分かると思うんですけど、うん、催眠にかかった人は本当は僕がいろいろやってるんじゃなくて自分でいろいろやってるって気づくじゃないですか、うんうん、なんか僕が誘導してたけど結局ヒロがやらないといけない、うんうん、催眠術師はあくまでただのナビで運転するのはヒロ、うんうん、この感覚を覚えれば自分でその気持ちをどうやって持っていくか、はい、僕がいなくても あの時催眠の人がこうやってやって僕の気持ちがこう動いたから、その自転車みたいにその感覚を覚えれば自分の僕がいなくても、うん、その自分の集中したい方向に行ける。なるほど。ああそうなんだ。そうですね、自分でじゃあもうある程度設定してくれたら、そうですね、その催眠の遊びをいっぱいすればするほど、うん、自分の脳の遊び方が分かってくるんだ。なるほど、うん、だから幻覚見たってことは、すごい遊びが上手になって自分でできるんだよね。そうそうそうです、リミットを取れるっていうか。なるほど、はい、なるほど、そういうこと。あそれすごいね、うん、本当にマトリックスみたいにこう自分が描きたい世界をすぐにね、自分で。そうですね、だから幻覚が見える人は、うん、要はその幻覚で例えば自分の例えば この現実で怖い経験を、うん、例えばイメージで乗り越えれば、うん、こっちは同じじゃないですか、感覚的に、うん、気持ちも同じじゃないですか、うん、だからこっちでイメージで、あ乗り越えたって思ってこっちで来たら実際にやることは同じなので、うん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 、なるほど、いいね。僕でも今話して思ってるんですけど、うん、要はなんか最初にこう、うん、それをこう体感したら夢が叶うみたい な、うん、なんかそういう話あるじゃないですか。 ありますね、うん、僕も一番最初はボラカイ島ってとこに 3,4 年ぐらい前に行ったんですけど、うん、フィリピンのボラカイ島っていうの、はいはいはい、そこ行ってからすごい夢のスピード実現するスピードが速かったんですよ。あなるほど、ね、で今のそれ同じ感覚でしたね。あそうです、そういったもう感覚が分かったからやることが分かったみたいなのがあって前、うん、だこれもなんか多分もっとこう自分の具体的な夢の話とか多分誘導してもらって、うん、そうですね、その多分あれが見えるじゃないですか、うん、そしたら多分そっちの方に勝手に走っていくんだろうな。さっきナビ設定してたのも、あと多分こうアクセルとこれやるだけなんだろうなと思いましたね。なるほど、確かにそうだよね、はい、なかなかその、まあ、一回経験したりそのイメージして先に叶った気持ちになると、はい、それが後からなんか追いついてくるみたいな、そういうところだと思うんですけど、ね、まあ、でもそれがなかなかね現実でこう 100% そこにコミットできるっていうかワープできるような時間とか環境とかもないし、はい、難しいんで、まあ、ちょっとこれはこういうのやってたらだから結構みんなだから楽しい人生になりそうですよね。なるほどですね、すごい分かりました。まあ今回ね渋井さんとヒロさんってことなんですけど、まあ、結構まあ世間でね普通の人が催眠術って言うとなんかこう怪しいエスパー伊藤かなみたいな感じがしますけれどもまあでもこう今話聞いていただいてね、なんていうのかな、こう本当人生を良くしてくれる、なんか楽しくしてくれるツールで、まあ、それこそ人間にしかない、うん、機能をフルに堪能するっていうところ僕はすごくいいなと思ったので、まあ、ぜひねこのビデオを見ていただいている方もね体感していただきたいですよね、うん、そうですね、わかりました。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。